ゼロから教えて、ホリエモン。液化天然ガスは、まあ、大体7、8割ぐらいのメタンの含有量で、残りは、まあ、もうちょっと分子量の大きいブタンとかね、はい、あのプロパンとか、そういうものが結構含まれていて、まあ、ロケット燃料として使う分には、そのやっぱり CH4、メタンが、の純度が高い方が、理論通りに燃えてくれるので、非常に望ましいんですが、はい、まあ、なかなか純度の高いあのメタンというのは、まあ、メタンの含有量が高い LNG というのはほとんど産出されてなくて、まあ、あの世界的に見るとアラスカ産の LNG とかは結構良かったりするんですけど、まあ、日本でよく使われているカタール産だったり、それこそサハリンの LNG だったりというのはやっぱり純度が低くて、どうしても日本に持ってきた時にそれを最上流、まあ、上流ってあのお酒をね、あの蒸留してウイスキーとか作るのと同じようにですね、蒸留をして純度を高めるって作業が必要なので、まあどうしても二度手間がかかってしまうし、我々としても LNG を蒸留するプラントをね、あの新たに作らなければいけなかったりとかするんで、まあいろんなことを考えるとこのバイオメタンって非常にあの有望なというか、あの期待される燃料なんですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。